シェフ・ラングドンさん、カナダ。カナダ、ジェフ・ランドンは17位でした。去年の世界選手権も一桁9位の入賞。回転フリップトーループ3回転3回転サルコー、そのままループ、トリプルトリプル。セントルイスブルースから今度はハーレムノクターン。アクセル成功。独特の表現力です。
よく盛り上げてきました。ああ嬉しそう。カナダのジェフ・ランドン、他の人と違ういわゆる逆回転、右に回転しますランドン。あのストイコのレイコーチのもと、ま、ストイコの弟弟子ということができますが、ジャンプの軸が非常にきっちりしています。そして最後のステップも盛り上げていきました。このアクセルも非常に空中の姿勢、降りた後のフリーレッグがまたよく伸びています。技術的には非常に高い評価も見込まれます。そして終盤の盛り上げ、あのあたりステップで非常にこの場内を魅了していく、その構成もなかなかよくできていたように思います。 Hi mom, hi dad. Hi Barry. Hi Robin. お母さん、お父さん。That's better. へのメッセージがあります。須賀に戻ると22歳の大学4年生ですが、やはり4分30秒額から汗が滴り落ちています。このハイビジョンの画面ですと本当によくそういった細かいところまでお伝えできると思います。さあ得点楽しみですがどうでしょうか。 5.5 から5.1 は多少厳しいかなというのが、確認しているダグレーコーチ、あのストイコのコーチです。8人滑ってランドントップ、日本ホンダは第2位です。